はい、どうも、ファンコイさんです。チュース。はい。あのね、はいはいはい、すっごいいい、リペアっていうか、まあ、モディファイか。うん。やりましたよ。すごいいいモディファイ。いや、これはね、うん、まあ、うちでよくやりそうなモディファイなんだけど、うん、すごいハマった例として、うん、あー、なるほどね。はい。ご紹介できるんじゃないかな。はい。え、なんかもうちょっとダマなしする大丈夫大丈夫いきなり。大丈夫です、大丈夫です。これはかっちょいいっすね。あら、こちら。あら、オフルの。オフルございますよ。オフルだけど、その、いい感じピカピカですね。そうだね。あんまり使用感は少ないね。いや、すごいっすね。これが ES1?125 じゃないですか。え、大丈夫ですか ?125T じゃないこれは。うん、どっか、あ、書いてある。ES125TDC 合ってたー。え DC は何？ダブルピックアップカッタウェイ。 ES125 ダブルカッタウェイ。はい、芯ね、はい、薄い、はい、あの間違えてフェンダーが使っちゃったやつね。芯ラインを。あ、そうそうそう。で、はいはい、やっぱ、うん、箱って、うん、箱の P90 って、うん、フロントきついんですよ、低音モリモリで。ああ。もともとボワッとしてるからね。そう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 。だからボワッとしてるのをさらに増長させちゃって、ボンボコになっちゃうんだけど、ボンボコになっちゃうんだけど。ボンボコ。ボンボコって。めちゃめちゃスッキリさせました。まあ、いつものマキスヘラシと、うん、ちょっとプラスアルファで。あら。それはこれは明かされていく。明かせないです。出たー。このドットの離れ具合がすごいね。もう、こういう顔の人いるよね。魚顔。魚顔。なんかすごいでも綺麗に使われてるんですね。ね。ただそのね、前の音を取ってないから、まあわかんないかもしれないんだけど、うん、はいはいはい、ただ同じ悩みを抱えてる人だったら、うん、あ、そんなスッキリするのってなると思うんですよ。うん、リアですね。オリジナルのリアのピックアップ、はい、でフロント、うん、スッキリ調してるんじゃないかなと。これでもやっぱり現役使ってる方だね。じゃあね、バリバリ。そうそう、だからやっぱ使いたいからっていう、うん、そうだよね。こっちはオリジナルで、こっちはだから、うちで作ったやつ。あ、マキスヘラシでね。ヘラシの、そうそう、ヘラシ目のやつを、新しく作って、抜けたって、うん。あ、なるほどね。そうだね。オリジナルはさ、取っときたいから。そりゃそっか。うん。ヘラシた、ヘラシ目のやつをつけて、うんうん、さらにちょっと、もうちょっと、プラスアルファで。さらにその、なんていうの、フルアコモディファイじゃないけどさ。うん。なんか、エリキだったらなんか、やっぱ、普通のヘラシでいいんだけど、うん、なんかプラスアルファでやっぱボコボコするから、うん、あのフルアコだと、うん、それをちょっともうちょっとスッキリさせましたよっていう感じですかね、うん、で前だけについてるみたいなパターンが多いから、うん、確かにそういう悩みを持ってる人はいるよね、多分ね。ねえ、絶対多いと思うんだよな。あのだからそういう意味でこの間あれみたいに湯気通してもいいかもしれないよね。そうそう、湯気通しでもいいんだけど、この場合はやっぱりその、うん、リアノとのマッチングを取りたかったから、なるほど、ね、リアノとはそのまま使って、うん、フロントはスッキリさせたいっていう、うん、なんか音色的にも違和感あんまないと思うんだよね、うん、こっちの方がちょっと古臭さよ、うん、ちょっとあるけど、
名前つけなきゃ。麺。麺も無理じゃない。まあ、ただでもこれちょっとだから。マリ方。あの池戸市まで行かない。箱しかも箱専用だからね。うん、そうでしょ。箱専用バリカタ。乾水入って卵麺。フルアコはもうちょっとやっぱりね、スッキリさせたいんですよね。さらにね。さらに。で、そこでこの言えないエッセンスがあるところですよね。言えないエッセンスがあります。言えないスパイスがあるところですよね。イエス。合わせていったけど今俺。合わせ。ジャズとか、ジャズで使ってんのかな、俺はなんかパあ怒ってる音楽ですよ。え、いやでも怒ってる音楽歪ませるじゃん。だから、結構デカめで。期待収集から。まあでもこのフロントでもこんなボワボワしないようにませんと、ちゅうことです。じゃあ、このギターっていろんなことで使えるんだね、やっぱね。まあ、そうだね。てっきりジャズかと思ってた、俺。やっぱ、そういうこと言ってると、PP に怒られるんだよ。急に。PP 出てこないからね。でも、もうさ、もう、うちの師匠ちゃんも PP のことみんな知ってるからさ、なんかもう、話が早いよね。なんかこの間もさ、なんか Google のあれでさ、うん、Google のマップでコメント書かれるじゃんか、うん、でなんか深夜にも明かりがついてるから、それちょっとね、そこまた話すから。なんだっけ、PP の、また PP の話かよ。これを見ろ。あと、うん、なんか、なんか俺もあんまその嫌なこと覚えてないタイプだから、もう忘れちゃったけど、歪ませても使えます。この音なら。なるほどね。はい、まあちょっと企業秘密ですね。じゃあその最後のスパイスは。はい。最後のスパイスは企業秘密なんですけど、まあ、フルアコ専用、そうだね、フルアコ専用の BQ 中巻き椅子減らし、はい、すっきりしたサウンド、胃もたれしません、胃もたれしません、はい、っていうピックアップは、これ開発されたっていう話いいの？まあそうだね、やり方が、やり方があったので、うん、もしですね、あの動画見てるフルアコプレイヤーの方でフロントがちょっと嫌だなっていう方は、そうだね、だから、うん、まあ料理で言うとちょっと胡椒とかクミンとかを足して、うん、クミンね、はいはいはい、そこのすっきり様子、あ、クミン焼き食いて、クミン焼きね、あの胃もたれ成長作用がそうあるから、あ、クミン焼き食いてよ、ラムのクミン焼き食いたい、クミン焼きうまいよね、胃もたれしません、胃もたれしません、はい、ということでクミン焼きじゃないじゃん名前。どうする、連絡来るで、メールでクミン焼きでお願いします、パンコおじさん様。動画で紹介されていたクミン焼き、クミン焼き一丁お願いします。もうどんどんおかしな方向に行ってますね、はい。いや、お楽しいですね、しょうがない、例えてるだけだからね、こっちは ね、はい、そういえばこの間ね、麺で思い出したんだけど、錦糸町に五郎っていう讃岐うどんのうどん屋さんがあって、そこが美味しいのよ、うん、めちゃめちゃ好き、たまに行くんだよね、うん、パルコあるでしょ、錦糸町に、うん、でパルコのビレッジヴァンガード行ったの、この間、うん、そうしたら、なんかあのすいませんって言われて、店員さんに、あ、なんか悪いことダメなことしたかと思ったら、うん、視聴者だったんだよね。あ、店員さんが、でもさ、うちらと同い年か、ちょっとうちら近い年、年齢のナイスな感じの、だってビレバンで働いてる人だからさ、なんかちょっとこう、あ、イケてくる感じやん、イケてる感じなのよ、なんかだから楽器屋さんとか、うん、ハードオフとかで声かけられるってよくあるけど、うん、あ、まあ定番だよね、そうそう、ビレッジヴァンガードで声かけられて俺初めてだったから、確かに、最初なんか本当なんか、あ、なんか
盗んだかなんだよ。なんか囲われてるんだそうそうそう。ちょっとパッと思ったら、なんか、あ、ロッキーさんですよねって言われたから、あ、視聴者だと思って。おなんかすごい、なんかびっくりしました。言い方でしたけど。あーえー。ギター弾いてんだよね、多分ね。じゃなかったら。そうだよね。それ言ったらあれよ。この前なんかあの、女性の方がちょっとリペアに来られて。来られて。女の人がなんで知ってんだろうと思って、どうやってここ見つけたんですかって言ったら、あの YouTube 見てますって言って、マジですかみたいな。え、女性ですよねえ、女性ですよねみたいな。1% しかさ、見てないわけじゃん。その 1% の人が来てくれて、ありがとうございますって。何の種類？なんかエフェクターの。あ、じゃあ、まあ、ギタリストなんだ。そうそう、ギタリスト。1% の人よ。いや、女性ギタリストはやっぱそうじゃないと。そうじゃないではないけど。そうじゃないとではないけど。でもなんかやっぱ結構あんま機材詳しくない人多いじゃん。やってないとね、だから、ガッツリやってる人はそういう人が多いんじゃない？やっぱそういう人は自然にファン行為者になっていくんですよ。なんのこっちゃか分からんけど、そういうことだよ。だから絶対見てるってことですよ。ねえ。機材興味なかったら見ないもん。でも嫁も見てるんでしょ。なんか聞くもんがなくなったら、俺たちの会話を聞いて、なんかケンケンとか声いいわ、つって。あ、ほんと、あ、嬉しいですね。って言ってますよ、よく。そんな感じで。あのね、聞きやすいって言ってた。あー、貼ってないからね。全く。全く貼ってないからですでも一時期、ちょっとあの太り方は危険だって言ってた。あー、もう。太りに関してはもうでもね、あの、上げ止まった感じ。あ、そうそう。ちょっと痩せたよね。痩せてないけど、うん、多分使えない時とかに撮ってたの昔。あ、なるほどね、うん、それを極力なくしてる体重は変わってる操作してるさすがにやっぱね、うん、ちょっと顔むくんでるのちょっとあれかな。あ、それをだから嫁が見て心配してたんだし、うん、これ毎日飲んでんなみたいな顔してるそういう意味でもやっぱ組み焼きですよ。そうですね、すっきりすっきりすっきりしないとやっぱりしないといけないんでね。そうそう、はい、だからなんかだいぶよっぽどのことがない限り前日は飲まない、うん、飲まない調整してんだ。調整してます。ケンケンの撮影日のようなピックアップということで。そういうことです。はい、もしあのね、あのフラコユーザーの方で、はい、スッキリさせたい、スッキリさせたい方がいましたらですね、胃もたれさせたくない方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひご連絡いただければと思います。ファンコイさんでした。ありがとうございました。